あの車両をもう一編成購入いたしました。ゆうと放送局。はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうと放送局のゆうとです。はい、ということで今回ですね、タイトルにもある通り、あの車両をもう一編成購入いたしましたということでご紹介いたします。E353 系もう一編成購入。すいません。今日4月1日は、皆さん、エイプリルフールですよね。実は、気になっていまして、このプラレールの353系。ということで、ちょっと、買ってしまいました。すいません。もう一編成、まあ、同じ加藤の N ゲージの353は買っておりません。プラレールのを購入しました。いや、いろいろちょっと今びっくりされてる方いるんじゃないですかね。まあ、なんでプラレールってなってね。はい、プラレール新品こんな感じで購入するのはもうすごく久しぶりです。懐かしい感じがしたんですけど、なんかね、プラレールって今までこんなだったっけなって思いまして、よく考えたらパッケージとかがね結構変わってるんですよね、気づいたら。はい、でしかもね、なんかプラレールのシャーシっていうんですか、あれもね、いつの間にか変わってて、ちょっと仕組みというかね、今までのものとは違くて、僕がね、持っていた頃の、やつとは少し変わっていてですね、ちょっとそこら辺も気になって、で、しかもね、この353、見てください。量産先行車。またもやこれマニアックな感じですけど、はい、これがプラレールで製品化されていたそうで、これいつ出たんだろう？割と前、プラレール早かったんですよね。353出したの。ということで、ちょっと開けてみたいと思います。はい、ということで早速プラレール E353 系量産先行車開封していきたいと思います。久しぶりのプラレールの開封でございますね。いやー、やっぱかっこいい。てか僕気に入っちゃいまして、353好きになりましたね。はい、懐かしい、こんな感じでプラレール撮ってたな。ちょっとすごいね、懐かしい気持ちになりますね。あー、ちょっと映んない。うわー、ちょっとこれワクワクしますよね、やっぱりプラレールは。いつになってもこの感じは。はい、おなじみのテープがついていて、 N ゲージじゃありえないよね、こんなとこにテープなんてね。こうやってね開けるんですよね。ようやりましたよこれを。多分プラレールの時開封は僕まだ顔出ししてなくて無言だったんですよね、多分。おっと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 、あ、そうこれなんかすごい今興奮してるけど、今までってこっから袋が入ってたんだよ。袋の中に車両が入ってたんですよね。それがなくなっちゃったんだよね。そう、パッケージがリニューアルと同時になんかわかんないけど、だからもうすぐ本体なんだよ、ほら。でしかも繋がってない、あ、そっか、繋がってはいなかったけど袋に入ってたんだけど、もうすぐこう本体になっちゃうっていうね、ほら。そう。うわぁ、この感じたまらねえ。うわ、でかっ。久しぶりにプラレールでかっ。こんなでかかったっけ。はい、見ていきましょう。こんな感じです。うわぁ、懐かしいって、この商品は初めてなんだけど、やっぱプラレールってことでね。うわぁ、N ゲージよりリアルだったりするかもしれない。これ、ある意味。すげぇ。窓少ねえ。ほら。これ新しいやつですよ。今までってここら辺にこうついてたんだけど、こんな後ろにコンパクトになってますね。で、オン、オフ、はいってありまして。多分これ2段モード。あ、スイッチの感じがちょっと違和感しかない。今まではね、こういうやつがこう動くようだったんだけど、水平になったんだね。変わってますね。で、裏も変わったね。電池はこっからかな、ネジを開けて入れる感じかな。週刊車はこんな感じです。あ、ちょっとなんかすごいね、結構よく作られてますね。おー、はい、パンタは上がりません。で、後備車両こちらです。すごい、
ようできてますね、プラレールも。で、これをね、まあ先頭は顔一緒だよね。一緒っぽい。一緒っぽいっすね。いや、すごいな、しかし。3両ちなみにこう繋げてみると、こんな感じ。すごい隙間が空いてる。違和感がすごいけど、プラレールってこれがたまんないんだよね、この感じがね。すごい。懐かしすぎて、なんかね、ある意味、いいね、これ。僕はね、どうやって使用するかっていうと、もう、単純にディスプレイで、353好きなんで、ディスプレイで飾っとこうかなと思います。僕のあの、動画撮ってる背景には置けないか。置けないな。うん。すごいな。ちょっと電池入れてみるか、せっかくだし。ね。うわぁ。そう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 。めんどくさいんだよね、いちいちここ開けて。あ、変わった！へぇ。こうやって開くんだ。てっきり、この部分だけ取れて開くのかと思ったら、もうこういう仕組みになっちゃったんだ。で、しかも単三電池。一本。すごい。へぇ。単三電池あるかな？はい、じゃあ電池を入れます。こうか。おぉ、前と違うんだね。この時点で感動しちゃいますよね。こっちからか。こっちからこう入れて、セットして、閉じると。どんな感じだろう。いきます。おー。結構割と早いね。おー。すごいね。わーいやー、なんか久しぶりにプラレール買ったけどかっこいいね。で、最後にせっかくなんで N ゲージの353と比較してみたいと思います。はい、ということで側面から比較してみたいと思います。まあ、まずね、パッと見て思うのが、まあスケールがもちろん違うのでね、あのプラレールの場合はめちゃめちゃでかく感じられますね。で、 N ゲージがすごく小さく、見られますね。まず側面もすぐ見てわかるのが、窓の数が全然違いますよね。まあ、N ゲージの場合はまあ本物と同じようになってますけど、プラレールはサイズがやっぱりコンパクトにこう抑えてあるので、やっぱ窓の数も限られてしまうとか。なんだけど、僕がプラレールのすごいなと思うところが、こんだけ窓の数少ないし本物と全然違うのに、なぜか違和感がなくて、これがなんか普通みたいなね、感じがすごいなっていう。普通だったらね、これ不自然すぎるだろうと思うけどね、なんかプラレールってね、ちっちゃくなってもなんかすごいリアルというかね、それがなんか好きなとこですね、プラレールの。はい。それに加えて、やっぱ N ゲージは細かく作られておりますのでね、いや、リアルだなって改めて思いますよね。あと、こういうロゴ、まあ、N ゲージの場合はね、細かく、号車だったりとか、いろんなね、実際についているマークが再現されておりますよね。こんな側面も E353 系のロゴが入っていたりとかね。はい。なんですけど、プラレールは省略されておりますね。はい。そして、帯の色なんですけど、やっぱり違いますよね、もちろん。プラレールの方が薄い感じですね。で、N ゲージの方がちょっと紫っぽいめで、で、ツヤがある感じでこう、テカってますね。色がまあ若干やっぱ N ゲージの方が濃いよね。まああと一番すごい差があるのは、車輪ですよね。まああの、N ゲージはまあリアルですけど、プラレールはもうね、走行のそもそもシステムが違うので、まあタイヤって言った方がいいのかな。はい、こんな感じです。はい、では続いて正面見ていきたいと思います。正面こんな感じです。まあ当然、まあ違いますよね。それはね。まあ帯の色はさっきも言ったんですけど、やっぱ違います。プラレールの方が薄い感じ。やっぱ顔の印象がね、やっぱり変わっちゃいますよね。まあ N ゲージの場合はかなり本物に近くて、プラレールの場合はかなりちょっと平べったいと言った方がいいのかな。表現が難しいんですけども、まあそんな印象を受けますね。まあスカートなんかももう、一体型なんでちょっと形が違うっていうところもあるんですけど、まあ、プラレールなんでね、全然ここはいいと思いますよ。ということで皆さんいかがだったでしょうか。この動画でね、ちょっと N ゲージの353もう一年生購入したと思われた方、本当に申し訳ございません。ちょっとエイプリルフールなので
ちょっとこういう企画もやってみたいなということ でしかもこれも前からちょっと気になってたんですよね、実を言うと。なんでそれも兼ねて今日アップさせていただきました。いやー、久しぶりなプラレールはちょっとね、やっぱなんかいろいろ蘇りますね、記憶がね、あの頃の感じとかがね。だけどかなりプラレールって進化してるんだなってね、ずっと買ってなかったからね、余計気づきました。余計そこ思いましたね。もうずっと買ってなかったからね、余計なんでしょうね。もうシャーシがここが変わったことがすごい大きいですよね。あと案の定ね、このプラカードがね取れないっていうね、全然こう取れないっていう、これは相変わらず変わってないようです。出てきました。これ今更、プラ列車カードでしたね。ということでいかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。まもなく一番線に電車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。